マイモク検査場は愛知県岡崎姉妹議長にある名古屋鉄道の車両工場である。名古屋本線の藤川駅と名電山中駅の間にある。1997年3月12日に竣工した。従来の鳴海工場が鳴海駅付近高架化により1997年に移転してきたもので新川検築に併設されていた新川工場の 機能も同時に移管されている。当初の名称は、毎目定期検査場であったが、2000年に、現在の名称に解消した。2000年6月19日に、国際的環境規格 ISO14001 を取得した。本線系の車両のほか検査を受託している、名古屋市交通局7000系、瀬戸線車両の台車。 床下機器など様々な車両の検査を行っている。敷地面積は約4万6千平方メートル。留置線3本、引き上線1本のほか長さ約400メートルの試運転用の線路を有する。名古屋本線への出入りは、豊橋寄りにある、舞木信号場を介して行われるが、舞木信号場や名電に山中駅では折り返しができないため、 名古屋方面へ出入りする場合は、元宿駅で折り返している。職場は、台車職場、電動機職場、電気職場、制動職場、車体職場に分けられる。校内入れ替え用として、除籍された電気機関車の旧暦3 0 0系3 0 3号が、機械扱いで使用されている。また、研修建て屋内の入れ替え用として、安都工業製の気力両用入れ替え機も、 使用されている。検査場内には、名鉄地高線で行われていた、HSST の実験車両と、3400系のモス3401号、5500系5517号の前頭部、8800系8803号の展望室部分と、台車が生体保存されている。また、2008年12月より、 7000系のも7001から7002号が生体保存された。このうちも7001号は登場当時の姿に復元して保存されている。7000系は同年11月9日に臨時列車フェニックスエンブレム復活運転として元塾から今まで運転した後、毎目検査場へ改装された。またも7002号の行き先系統版には下部に 毎月と表記されていた。愛知環状鉄道から越前鉄道に譲とされた MC6001 系、MC6101 系の両運転台化などの改造は当検査場に併設されていた名鉄重症工業毎月工場で行われた。ただし、名目上は名古屋市交通局日清工場の配置となっている。瀬戸線所属車両は重要部検査。 全般検査の際には、台車や補助電源装置等の主要機器を、大型トレーラーにて当検査場に搬入し、検査を行い、車体は、終わり朝日検査宿に手手入れを行う。AB 田中義人、前目検査場の業務と設備、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、62から68ページ。 鉄道ピクトリアル1997年7月号85ページ、名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、186ページ。川島慶三、東海道ライン全線、全駅、全廃線第4関東洋橋駅、名古屋エリア、p 9高段車、2009年6月。 ISBN 978から40億6270万146ありがとうございます。